ニエヤの紋章、ニエヤは、ロシア西部、コストロマ州の中部にある都市。人口は11,506人。ボルガ川の左支流、ベトルガ川の支流、ニエヤ川ワ岸にある。州都コストロマからは北東へ 240km。最寄りの町は 50km 南のマカレフフ、および同じくらい東にあるマントゥロボ。今日のニエヤの場所には16世紀初頭から集落が、 あったことがわかっている。ニエイヤという川の名は、この地に潜入していたフィンウゴル系の民族の言葉から来ていると考えられる。16世紀半ばにはこの地を通る交易路沿いの集落として栄えていた。20世紀には、ロシア帝国で鉄道投資が盛んになり、この地にも鉄道が通った。1906年には、サンクトペテルブルクからボログダを経て、 ブヤトカに至る鉄道が開通し、シベリア鉄道に向かう列車が通るようになった。この時にニエヤ川を渡る場所に小さな駅ができている。1905年には駅予定地の近くに英国企業が製材所を開業させ、駅の周囲には人が集まり始めた。1929年にはニエヤ地区の行政中心地となり、1958年には市となった。 ニエヤ周辺は林業が盛んで、ニエヤにも製材所がいくつか集まっている。その他には、繊維業や食品工業の工場が立つ。ニエヤには大きな道路が通らず周囲の町との道路交通は不便だが、鉄道で町の外とつながっている。ありがとうございます。